ちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日今月12月なのでクリスマスということで、シュトーレン、ドイツのパンなんですが、シュトーレンは、1ヶ月ほど保存できるっていう感じで普通パン作るんですね。このナッツとかドライフルーツとか入れて、ただちょっとパンをここで作るとちょっと時間がかかりすぎますので、ホットケーキのミックスで簡単にすぐできるっていうものを今回やりたいと思います。で、材料の方はホットケーキのミックス粉です。何の粉でもいいです。高くても安くてもお好きなものを使ってください。で、あと材料がその他が牛乳大さじ1杯と砂糖大さじ1杯、卵1個、ドライフルーツが40ですけども、まあ40ちょっと超えても全然大丈夫です。くるみも30になってます。で、あとバターとの方は焼いた後にここに塗るものです。ここのバターは。で、粉砂糖は冷めてから粉を上にかけるものです。で、あとくるみの方は多分このコロコロとしたものがしか手に入らないと思う、しかないと思うので、まあちょっと粗く刻んでもらって、でオーブンでこれ焼きます。素焼きをします。160度の温度で、まあ6分ぐらいで焼き上がってくれると思います。素焼きできると思います。で、それを冷ましている状態にして、あとドライフルーツの方がちょっとこのまま使ってもいいんですが、硬くなりがちなので、私はまあ水って書いてますが、お湯でふやかします。まあ、今このようになってます。もう時間がかかるので、こんな感じでお湯を入れてふやかしてます。ひたひたとぐらいをして、材料の準備となります。で、作り方の方は、ボウルに卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜます。で、混ぜたらケーキのホットケーキの粉を加えてゴムベラでサクサクと混ぜ合わせます。そしたら次にそのドライフルーツをちょっと水切ってもらって混ぜます。あとその後すぐくるみも入れて混ぜます。はい、で、この時にちょっと手にふっついてダメだわっていう時は、ちょっとサラダ油を手につけてもらって、するとだいぶ手にくっつかずに済む、きれいにまとまってきます。それを形を整えて焼くだけです。はい、はい、こんな感じが簡単な手順ですので、じゃあ次から実践でいきたいと思います。はい、行きましょう。まずは最初に材料を皆さん輪になって囲みながらしていきます。はい、じゃあ早物順でお好きなのを取っててください。はい、はい、はい、いいよ、いいよ、はい、材料お好きなお母さんがこう言っちゃってる。これでいい。はい、はい、ボウルもボウル、はい、はい、じゃあまず先ほど言った砂糖が大さじ1杯と牛乳が1杯ずつなるので、ちょっとここから大さじ少し、はい、ちょっと甘めが好きだわーって人はちょっともうちょっと入れたらちょっと切りますね。ここでちょっと牛乳を大さじ1杯を、はい、いきます。はい、はい、結構お菓子作りです。次卵1個ずつ割っていってください。卵、はい、ありがとうございます。
しれなくなります。水分が少ないでちょっと混ぜちゃうんです、はい、このぐらいでいいと思います。はい、次ちょっとこれを捨ててこなければ、減らして、これただ水で、うん、お湯でしました。はい、じゃあビョッ入れてください。開けていい、はい、ビョッてしか言わない。ここは手で方がいいかもしれない。手でね、手でふつきそうの時は油がありますもらおうか。まりますか、はい、私のこびがついてる。あ、そうか、これつけるといいんだ。そうそうそう、油がこう、うん、コーティングしてくれるので、で、これでくるみを入れてもらいます。全部入れる、全部入れる。移します。これで形を整えていくので、はい、いいかな。はい、いいです。大丈夫ですか。そして今度これを楕円形にしていきます。どんどん広がっていく。そして、うん、どうしていい、あ、いいです、うん、こうやって、ね、です。ありがとうございます。長さいい、長いのいい。このぐらいだったぐらいで大丈夫。でこうちょっと伸ばして、ちょっとこっちを山にして、になったらもうすぐなるんじゃない。まあね、これを移動して、でもクッキーみたいだ、はい、で名前を書いとかないといけないな。こっちを寄せて、山に保管さをつける。はい、こんな感じでなりましたので、ここから焼いていきますが、本当であれば108オーブンで焼くんですけど、ちょっと今あちらの使ってるので、厨房のスチコンのホットエアで焼きたいと思います。で、まあ、オーブンによってちょっと違うんですけども、180度予熱して、で予熱が終わったら20分ぐらいで焼き上がりますので、まあ、ちょっと串刺してね、スッとしてここの先のところに刺したところが、なんだろう、何もつかなければ焼いた証拠になりますので、これをずっと焼いていきます。じゃあこれで一回ちょっとすち込んでやっていきますので少々お待ちください。はい、じゃあこんな感じに、皆さんのが焼き上がりました、はい、どうでしょうか。すごい、
じです。はい、はい、じゃあここから、これをコーティングするためにします。溶かしバターをちょっとこれを貸してください。どうぞ。でこの先を塗ってください。まんべんなくここまで。これで酸化防止とかの役目になりますし、うまく粉砂糖がこうくっついたりして固まっていい感じ。はい、あ、いいね、綺麗。溝まで塗ってくださいね。パンが、うん、私に似て、うん、かわいい。私朝ごはんに食べてました。朝ごはんかもね。じゃあ塗りましたね。じゃあもうちょっと冷ましてからお帰りの時に粉砂糖を、今多分溶けちゃうので、まず今日はゆっくりとここへくつろいでから最後にかけたいと思います。はい、はい、じゃあ粉砂糖を振りかけて、こんな感じにできました。はい、皆さんとても上手に出来上がりました。はい、じゃあこのように上手に皆さんできました。クリスマスのシュトーレンでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、以上です。